女優の桜井ゆきさんが、2023年9月15日に放送されるアナザース会に出演します。放送では、彼女の生まれ育った大分県と学生時代に過ごした久留米市が紹介される予定です。桜井ゆきさんは結婚しており、旦那さんは黒場マリオさんです。慣れ染めや現在の状況、そして、桜井ゆきさんの国籍が韓国であるかどうかについても紹介します。 桜井ゆきさんは妊娠中で、出産も済んでいます。桜井ゆきの結婚相手、旦那は黒バマリオ。画像は、桜井ゆきの結婚相手、旦那は黒バマリオ。桜井ゆきの旦那は、黒バマリオさんです。2022年1月12日、お互いの SNS で結婚を発表しました。桜井ゆき、 わゆきさくらコーポレーション愛、がしやした投稿には、お互いのインスタグラムに、千件近いお祝いのコメントが寄せられています。桜井ゆきと黒場マリオのなれそめはリコハイ。画像は、桜井ゆきと黒場マリオのなれそめはリコハイ。桜井ゆきさんと黒場マリオさんは、2021年パラブヤイオリジナルストーリー、リコハイルで共演し、その後しばらくして交際に至ったそうです。お二人が共演した、 リコ活の公式アカウントでも、お二人の結婚を祝福するツイートがされました。桜井ゆきさんと黒場マリオさんのご結婚。おめでとうございますスタッフ一同。ハッピーな気持ちでいっぱいです。末永い幸せと、ご活躍を心からお祈りしています。楽屋か何かでマネージャーさんに先に行ったんですよ。俺もしかしたらこの人と結婚するかもしれない、と。そしたら、 数ヶ月経って実際に結婚したと語っています。ドラマがスタートした時から、お二人が結婚することが決まっていたかのようなドラマみたいな話ですね。桜井ゆきの妊娠。出産は嘘。画像は、桜井ゆきの妊娠。出産は嘘。現在、桜井ゆきさんは妊娠していません。妊娠の噂はデマであり、子供を意識した年齢やスピード婚の話から出たものです。 彼女自身は将来の出産について語っていますが、現時点では子供はいません。結婚されて、お子さんを持たれた方って、本当に雰囲気というか、まとって、出る雰囲気がすごく変わるなって、やっぱり、自分もそこを体験してみたいっていうのもありますし、そこは仕事にとってもそうですし、プライベート、女性としてもそうですし、ご縁があれば結婚して、 子供を産む、子供を持つっていうことは、子供を産む、子供を持つっていうことは、経験したいことではありますね。こちらのイベントは、2021年12月27日に行われたのですが、この時すでに、桜井由紀さんは、黒羽さんと付き合いをされており、翌月に結婚を発表されています。翌月に結婚を発表されています。 お仕事の幅を広げていきたいと語っているので、近い将来、お二人の可愛い子供が生まれるのがとても楽しみですね。桜井きのウィキ風プロフィール、本名、年齢、身長、画像は桜井き、名前、桜井き AN 青年月日、1987年2月10日 AN 年齢、36歳 AN 身長、163センチ AN 職業、 女優エ n 出生地、大分県エ n 出身地、福岡県久留米市。桜井由紀の本名は、桜井由紀さんの本名は、ホワシ紀さんではないかと言われています。桜井由紀という名前は芸名で、名字は公表されていないのですが、女優として活動される前は、ホワシ紀という芸名でグラビアアイドルとして活動していたそうです。ホワシ、という名字は、 現大分県中南部である文語の国クス群法師賞が期限とされています。桜井ゆきさんは大分県生まれなので、法師ゆきが本名の可能性は高そうですね。桜井ゆきの出演作、CM、ドラマ、桜井ゆきさんが出演された CM やドラマをまとめてみました。桜井ゆきの国籍は韓国、画像は桜井ゆき。桜井ゆきさんは韓国出身ではなく、 大分県出身で福岡市久留米市で育ちました。彼女が韓国出身と思われる理由は、彼女の顔立ちが韓国人に似ているからだと言われています。昨日の夜、前は一気見したけど、三人のやりとりが緩くて可愛くて、流れ試験できるのが良かったです。私も宮本真由ちゃんのファンで、彼女は圧倒的な美女です。桜井由紀もとても綺麗ですが、 花が、韓国産かな。という思考が。整形にまみれたブスが私には、無意識に広がってしまいます。ごめんなさい、ジュンちゃん OCTOBER112019。桜井ゆきに似てる芸能人が多い。画像は、桜井ゆき似てる韓国人。反、自民。桜井ゆきさんは、韓国出身ではないかと言われていますが、実は、 多くの芸能人と似ていると SNS で書き込まれています。桜井由紀さんに似ている芸能人として、ハン・ジミンさん、あたりしんあみさん、市川美和子、三浦らりさん、上原愛さん、鈴木ゆいさん、三谷つむぎなどが挙げられます。彼女の美しい顔立ちから、多くの人々が彼女に似ていると言われている芸能人がいるのかもしれません。 イケメンや可愛いと言われることは嬉しいですが、桜井ゆきさんについては、彼女がどのように思われているのか気になりますね。まとめ。画像はまとめ。桜井ゆきさんの結婚について紹介しました。まとめとして、桜井ゆきの旦那は黒場マリオで、現在妊娠はしていません。二人の馴れ初めは、リコハイルです。彼女の国籍は、日本の大分県です。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。水野美紀が4日、フジテレビの、突然ですが、占ってもいいです確に出演。この日は、同局ドラマ、嘘婚に出演する俳優の黒羽マリオが、共演の菊池風魔、長浜ねると共に出演。黒羽については、人気占い師の星瞳氏が対応グループの深夜で、 チップ埋められている宇宙人。化けるパワーとかエネルギー凄まじい、と鑑定。黒羽と唐橋光が信仰があることを明かし、水野も、似た者同士、と認めた。黒羽は昨年、女優の桜井きと結婚している。星氏は黒羽に対し、運命の相手を選んでる、としつつも、彼は、宇宙人だから価値観のずれっていうか、 奥さんからしたら自分が選択したのに何か畳み直されてるみたいにちょっとしたことと指摘し水野もわかると共感した星氏はだんだん奥さん自分のしか洗わなくなる自分のと子供だけみたいになってくるからと言った水野はその言葉にわかるわ海いると笑った